税関、それは日本の発展のため貿易の第一線に立ち日本の秩序を守っているプロフェッショナルである。中でも長崎税関は税関最古の歴史を有する組織です。今回はそんな長崎税関について覗いてみましょう。早速ですが、まずそもそも税関って何？何も知らないという方もいるかもしれませんので簡単に説明すると、税関の税の字は貨物の輸出入時にかかる関税等の税金を付加徴収するという意味を持ちます。そして税関の関の字は関所という意味を持ち、港や空港などの水際最前線での密輸取り締まりを表しています。では次に税関の組織について見てみましょう。税関は財務省の地方支分部局になります。全国に9つの税関がありますが、国家一般職の九州区分を受ける方は長崎税関と門司税関が採用区分となります。その中でも長崎税関の管轄は九州の西側になります。壱岐・対馬を除く長崎県、熊本県、鹿児島県の全域と福岡県、佐賀県の一部地域となります。税関では3つの使命のもと日々業務を行っています。1つ目の使命は安全・安心な社会の実現。銃器や不正薬物、知的財産侵害物品などの密輸を阻止するとともに、テロ行為を未然に防止することで日本の安全を守っています。2つ目の使命は適正かつ公平な関税等の付加徴収。税関では輸入申告された貨物等にかかる関税や内国消費税を適正かつ公平に徴収しています。3つ目の使命は貿易円滑化の推進。国際物流におけるセキュリティを確保しつつ、民間企業との協力や IT 化の推進などを通して通関手続きが迅速にできるようさらなる利便性の向上に取り組んでいます。それでは気になる実際の業務内容を見ていきましょう。まずは空港旅具業務です。税関だとこの業務のイメージが一番強いのではないでしょうか。空港で海外から日本に航空機で入国する旅客の手荷物検査を行い密輸を阻止します。では実際の検査風景を見てみましょう。税関ブースにお客さんがやってきました。こんにちは、申告書をお願いします。検査官は提出された申告書を見たり、お客さんと会話をしながら日本に持ち込んではならないものを持っていないかしっかり確認しています。その後、手荷物検査を始めました。検査官はお客さんの手荷物を丁寧かつ迅速に検査しています。手荷物検査だけでなく、門型金属探知機などの高性能な検査機器を使って身辺検査も行っていきます。おや？検査官はお客さんの身辺に違和感を感じたようです。検査官は機動担当職員に応援を求めました。それではさらに詳しく検査しますので別の部屋に一緒に来てもらっていいですか。別室で詳しく検査したところ、
客さんの身辺から不正薬物が摘発されました。日々の検査を通して誘客に紛れた運び屋が見せる些細な違和感を感じ取り、摘発につなげます。摘発した時は日本の安全を守ることができたんだと強いやりがいを感じます。次は海港取締業務です。港で貨物船やクルーズ船の乗員から日本に運び込まれる違法なものを監視・検査する業務です。相手にわからないよう張り込みを行い、船から降りてくる不審な乗組員や旅客の行動を確認したり、船に乗り込み船室やエンジンルームなどに違法なものを隠していないか検査する船内検査も行います。長崎税関では管轄区域の海岸線がとても長く、海外から船で密輸品を運ばれる可能性が高いことから、特に港の取り締まりに力を入れています。監視艇という税関の船も3隻所有していて、監視艇を使って不審な船舶を追尾する洋上取り締まりなども行っています。監視艇で海上をパトロールすることで日本の安全を守っていると強く実感します。麻薬探知犬という犬と一緒に麻薬を発見する業務もあります。麻犬のハンドラーは特に資格は必要なく、移動の希望が叶えば誰でもなることができます。麻薬探知犬との信頼関係を築きながら摘発に向けて頑張っています。通関業務についての説明です。貨物を輸出入しようとする際は税関に申告してその許可を受けることが必要です。これを一般に通関手続きと言い、税関への申告が正しく行われているかどうかを審査し、必要に応じて貨物の検査などを行います。輸入貨物の場合、関税等が適正に納められているかどうかを確認した後、輸入の許可を行います。次に説明するのは審理業務です。不正薬物の密輸入や関税補達などの反則事件の調査を行う業務になります。港や空港などで不正薬物などを摘発した際に、犯人の取り調べ、差し押さえた不正薬物の写真撮影、裁判に必要な書類作成など、テレビドラマの刑事のような業務で、悪人には罰を与える重要な役割を担っています。税関は他にもいろんな業務があるんです。貨物や摘発したものを特定するための分析部門、入国者や輸入貨物に関してあらゆる情報を駆使し事前選定、リスク判定を行う情報管理部門など、まだまだ紹介しきれないほど税関にはいろんな業種があるので、働き始めてから飽きずに多彩な仕事を経験できるのは税関の一つの魅力です。カスタム君、いい質問ですね。学生さんからも英語が必要なんですよね、苦手なので不安ですという質問をよくいただきます。もちろん外国人の旅客と会話をしたり、貿易関係の英語で書かれた書類を審査しますので、英語ができることに越したことはありません。ですが高校で習うレベルの英語ができれば業務に支障はありません。一方、英語が得意で活かしたいという方にとってもやりがいのある業務は多いです。例えば関税技術協力という業務があります。これは開発途上国の税関職員に対して、日本の税関が専門知識や取締り方法、使用している高性能な機器やシステムなどの技術を伝授し、開発途上国税関の改革を支援するという業務です。長崎税関でも年に 2,3 回ほど海外の税関職員を受け入れて研修を行っています。この研修では資料作成も説明も全て英語で行うのでとても大変ですが、英語が得意な人にとってはやりがいがあると思います。
次に新規採用研修についてお話しします。税関では採用後、全国の税関の新規採用者が集合し採用研修を行います。税関職員はこの研修で税関業務に必要な知識や法令、語学などを学習します。税関業務で必要なことはここで一から学ぶので、採用前に特別にしておかないといけないことは特にありません。朝から夕方まで毎日学習することは大変ですが、その分一緒に苦労を乗り越えた同期はかけがえのないものになります。そして各職場に配属された後も充実した研修制度が整っています。配属された部門の業務に係る専門研修や語学研修なども行っています。長崎税関では英語、中国語、韓国語の語学研修を行っていて、研修を受けた職員は実際に検査で使用できるくらいまで上達しています。やる気のある人にとってはスキルアップを後押ししてもらえる研修制度です。最後に長崎税関について紹介します。長崎税関は職員数約300名程度です。他税関と比べるととても少ないですが、少ないからこそ職員同士の距離が近くてとても親しみやすく、アットホームな職場という特徴があると思います。勤務形態としては当直勤務はなく、基本は平日勤務です。取締りに応じて休日や早朝、夜間勤務もありますが、その分超過勤務手当で対応したり、平日に振り替えて休みを取ったりします。鹿児島空港のみシフト勤務を導入しています。大きな移動時期は7月で、管轄内で 2,3 年に1回引っ越しを伴う転勤の可能性があります。移動に関しては勤務先と業務の希望調査があります。他税関や関税局などの本省、大使館などの海外勤務への出向も希望できます。ここで若手職員に長崎税関の魅力をインタビューしてみます。オンオフがしっかりとしています。研修制度が充実しています。犬と一緒に仕事ができる。若いうちから専門性の高い仕事ができることです。周りの職員のサポートが充実しており、育児休業も取りやすいです。せーの、アットホームな職場です。いかがでしたか？もっと詳しい業務説明については長崎税関ホームページに掲載されているパンフレットをご確認ください。何か気になること、質問等ある場合はお気軽に電話やメールでお問い合わせください。